山川健次郎は、明治時代から昭和初期にかけての日本の物理学者、教育者、男爵、理学博士。東京帝国大学総長の在任期間が、合計11年11ヶ月に及び歴代総長の最長在任期間である。藍津藩出身で、白虎隊の兵士として、明治政府と戦ったが、後に国費で、米国留学をして、 東京帝国大学に登用された。理科大学長、東京帝国大学総長、明治専門学校初代総裁、九州帝国大学初代総長、京都帝国大学総長、旧西武蔵高等学校校長、貴族院議員、数密古門官を歴任した。永7年、藍津藩士、山川茂方の三男として生まれた。蔓延元年、 父の茂方が没し兄、大倉が家督を継ぐ。明治元年、合図戦争。若松城会場後、稲輪城に、近親の後、越後に脱走。長州藩士、奥平健介の所生となる。明治4年、都南藩最高の後、アメリカへの国費留学生に選抜されジャパン号で、渡米。明治8年、イエール大学シェフィールド理科学校で、 物理学の学位を取得し帰国。明治9年、東京海政学校教授補になり、アメリカ人、ピーター・ベーダーの助手を務める。明治12年、日本人として、初の物理学教授になる。明治21年、東京大学初の理学博士号を授与された。明治十四年、十八歳で、東京帝国大学総長となる。東京学士会員会員に任命される。 明治37年8月22日、貴族院直選議員3月1日。明治38年、日露戦争後に政府を避難した教授が処分を受ける事件が起こり、東大総長を辞任。明治40年、安川財閥の資金拠出による、明治専門学校の設立に協力、初代総裁となる。 明治44年4月1日、九州帝国大学の初代総長となる。大正2年5月9日、再び、東京帝国大学の総長となる。6月21日、九州帝国大学名誉教授。大正3年8月19日、沢柳事件を受け、京都帝国大学の総長を兼任する。大正9年、東京帝国大学の総長を退任。 昭和6年1月16日、可能性中耳炎のため、東京大学病院に入院。治療中の1月23日に、胃潰瘍を併発して吐血する。その中耳炎は治癒したものの胃潰瘍は改善せずに、衰弱し、6月半ばからは、呼吸困難に陥り、6月26日に、池袋の自定で死去。改名は、寄付腰院伝、新誉平休大5次。 山川健次郎山川健次郎山川健次郎像、九州大学伊都キャンパス。ありがとうございます。